クロアチアに PK で敗退してしまったカタールワールドカップ。 PK といえば2004年アジアカップ準々決勝ヨルダン戦です。3本を相手1対3という大ピンチ。ここからゴールキーパー川口選手が神がかります。緊張と脱力のちょうどいい状態、いわゆるゾーンの状態、2本をセーブ。残り2本は圧力でポストに当てさせます。私はこのプレーが忘れられないんです。皆さんの記憶に残っているのはどんなプレーですか？